自然がいっぱいで水のきれいな稲川町。この季節、トマトやナス、ピーマン、キュウリなどの夏野菜が収穫時期を迎えます。そしてここ道の駅稲川、稲川町で採れた新鮮な野菜を買い求めるため、毎日たくさんの人が訪れます。稲坊、あの季節って？絶品、新鮮、今が旬です。夏野菜、トウモロコシが元気と笑顔を届けます。稲川町では農家の人たちが心を込めて育てた夏野菜をお店で売るだけではなく、町内の学校給食のメニューにもたくさん使っています。野菜全般に言えますが、ビタミンやミネラル、食物繊維が多く含まれています。私たちの体を、肌をきれいにしてくれたり、風邪をひきにくくする作用もあります。特に夏野菜には汗をかくことで失われる水分やミネラルをたくさん含むので、水分補給にも利用できます。旬のものを旬の時期に食べることで、体に必要な栄養素を得ることができます。なるほど、夏野菜の力ってすごいんですね。稲坊が言っていたあの季節って、夏野菜の季節ってことなの？そろそろトウモロコシの収穫時期じゃないかしら。年に一度のトウモロコシの日、あの季節ってトウモロコシの季節ってことだったんだね。ここは町内にあるトウモロコシ畑。朝の3時前からトウモロコシの収穫が始まっています。今日は年に一度、給食でトウモロコシが出される日なんです。稲川町ではトウモロコシの一番おいしい時期に、その日の朝に収穫したトウモロコシを学校給食で出しています。30年間も続く伝統メニューなんですよ。その取り組みに協力しているのが畑正俊さん。朝早くからおよそ1100本のトウモロコシの収穫に大忙しです。家内と2人で、2時半頃から頑張って取らせていただきました。はい。でもすぐに動かんと糖度が1時間に何パーか落ちますのでね、やっぱり子どもたちに喜んで食べていただこうと思ったら、この甘い間にね食べていただくいうことで、朝取りいうことで、はい、頑張っております。トウモロコシの調理は給食に間に合うように時間との勝負です。稲川町立学校給食センターに運ばれてきたトウモロコシは、みんなで皮を剥きます。畑さんをはじめ、トウモロコシを出荷している3つの農家の皆さんは休んでる暇はありません。調理室に運ばれたトウモロコシはおよそ3500人分。これだけの量を調理するのは大変ですが、子どもたちが楽しみに待っています。さあ、いよいよ給食の時間。子どもたちが楽しみにしていたトウモロコシが配られています。いただきます。みんな待ってましたとばかりに一斉に食べ始めたけど、お味はどう？甘くて美味しいです。私の好きな食べ物だから美味しいです。非常に柔らかくて美味しかったです。給食センターの方とか、また近くの子どもさんの親御さんとかがね、ものすごく美味しかったって子どもを喜んでたように、そういう声を聞くのがね、
励みになっております。30年以上渡る伝統のこの朝採りトウモロコシですが、多くの人が子どもたちの笑顔のために頑張って作ってくれているおかげで、こうやって私たちは提供することができています。トウモロコシは子どもたちに笑顔と元気を届けてくれました。30年間続く伝統メニューには農家の人たちの熱い思いが込められていたんですね。夏野菜は農家の人たちやそれを味わう人たち、そして朝採りトウモロコシを楽しみにしている子どもたちを元気にし、みんなの笑顔をつないでいきます。これからも豊かな自然を大切にして、毎年おいしい夏野菜が収穫できますように。稲川町の新鮮な夏野菜、皆さんもぜひ味わってみてくださいね。おいしかったです。ありがとう。あれ、稲坊、俳句の趣味なんてあったっけ？確かに確かに、しっかり食べて暑い夏を乗り切ろうね。